ニューコムとユーピオ間の対話に対してゼネラルリソース側からの反発が混乱の火種となることを危惧する声も多いようですが。はい、ユーピオのクラークソン代表のような指導者は前時代的な政治家タイプと言えるでしょう。ゼネラルリソースによる有事や統一以降はですよ、経済の力が政治や司法を駆逐したこの時代で、彼の行動は私にとっては時代錯誤としか言いようがない。それではニューコムとゼネラルリソースの戦闘はこれからも避けられないと。ええ、ただ私が言いたいのは。あ、すいません、ここで CM です。あ、いた。伝えておくことがあります。本日付でユーピオの治安維持活動についての指揮全権がパーク司令に一任されました。これからはユーピオ特別航空部隊サーフのメンバーとして常にレナと共同で行動することになります。まあ彼女のようなユーピオのスターと一緒なら中継も多くなるし、下手な失敗はできないってこと。本日未明、我が軍の偵察部隊によってワイアポロ山脈のニューコム軍基地よりゼネラルリソースのエアウェイに対して電波妨害行為が行われていることが判明した。このニューコムの違反行為を阻止すべく、基地周辺に配備されたジャミングレーダーを無力化せよ。成功を確認。引き続き火口部周辺の施設を掃討せよ。
よーよ、結構見せてくれるな。サーフのエースにでもなるつもり？作戦の成功により、エアウェイの安全は保証された。エキスポシティを発端にした今回の紛争は、NUN 新国際連合所属のユーピオ特別航空部隊サーフを中心にした治安維持部隊の活躍によって沈静化に向かっている模様です。しかしゼネラルリソースとニューコムの対立自体はユージア全域への広がりを見せています。ユーピオのクラークソン代表が提唱したスナイダーズ会談の開催は両企業間での紛争を解決する糸口となるでしょう。次のニュースです。